おはようございます。おっさんずラブが、あ、俺らのチームおっさんずラブって言ってるんです。柳さん、天翔さん、タッキンさん、僕とカルちゃん で今日集まってみんなでレコーディングするんですけど、朝ちょっとご飯食べに行こうとしたらお祭りのみこしが来ましたね。ちょっと撮ってみましょう。おはようございます。ずんどこずんどこいいですけど、なんでサングラスしてるんですか？サングラスちゃうよ、誰がタモリさんやん。あれ、この間でお別れじゃなかったですか？いや、また来ちゃいました。僕この間の動画でもうさよなら今月のコラボ最後ですって書いてあったんですけど、さよならは寂しいやろ。じゃあみんな来てるんで行きますか。行きましょう、はい、おはようございます。なんかやってますよ。なんかね、お祭りがやってますよ。おはようございます。おはようございます。お祭りのみこしが来ました。かっこいいですね。朝ちょっと集まってうどん屋行って、男気じゃんけんでタッチンが買って見事おごってくれました。で、今みんなでゴールドタワーに行こうか、40分あるからっていう話になって、おっさん4人でゴールドタワーに向かってます。車は天翔さんの車で向かってます。ずんどこ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 、それ左っぽいですね。もう階段登るのしんどいわ。もう払いたかった払いたかったのに、もう俺全部払うつもりだったのに。あのね、もうただゴールドタワーに登るだけでこんなに盛り上がってたら幸せやわ。おとぎじゃんけんで買って払いました。僕が3080円。はい、どうも、不動大和です。こっからはですね、カルチャンネル風にですねやってみたいと思います。カルちゃんがねいつもなんすかアフレコ入れてやってるんで、俺もちょっとナレーション風を入れながら動画にも交えて、僕も勉強やねと思いながらやってます。はい、みんなでこれ登ってますね、ゴールドタワー。はい、着きました。はい、ゴールドタワーの一番最上階まで着きました。景色がね360度見渡してものすごい綺麗ですね。みんなちっちゃいよ。うん、ビルなんてほれ見て、これめっちゃちっちゃい。はい、あ、タッチン、男前のタッチンが映ってますね。で、四国健康村見えるんかしらと思って見たらちょうど見えたのよ。ほら、上から四国健康村ってちゃんと屋根に書いてんねん。ゴールドタワー意識して細かいところまでこだわってるよね。で、公園ではみんな遊んでるし、海がまたこれ綺麗。はい。で、あの山わかるかな、あ、向こうの方の山、さぬき富士があんねんけど、何これ、誓いのフェンス。あ、これをなんか刻んで、あの名前を入れてここにつけれれば、まあ、俺たちなんか5人、あ、柳さん揃ってなかったからな。なんぼすんのこれ。1100円、ちょっと高ないか。はい、カルちゃんはカルちゃんでね、自分のチャンネル用に、録画してますね。で、天翔さんが今一生懸命説明してもらってるのが、なんか讃岐富士らしいです。奥の方に見えるのが讃岐富士だそうですよ。はい、一生懸命リーゼントが説明してまーす。はい、それでですね、これローマの休日であるやつやな。なんか手入れるやつ。で、これなんか手相占いみたいなやつやねんけども、はい、天さんが今占いやってんねんけど、ちょっとビビってんねん。なぜかたらこの、お化け屋敷とかであるなんかスパークが出るやつと勘違いしてんねん。で、手相占いが終わって、全部カタカナで読みにくい。はい、これ瀬戸大橋でーす。はい。野郎どもが4人で、ワイワイガヤガヤしながらですね、みんなで楽しんでます。はい。ここからね、ちょっと階段降りていくんで、早送りでーす。ああでもない、こうでもないと言いながら、大盛り上がりでした。はい。そして一回降りますと、なんか、喫茶店みたいな雰囲気のところがあって、はい。で、一回降りただけやのに、また景色が全然違うんですよね。皆さんぜひゴールドタワー行ってくださいね。全然違う。一回降りただけで。はい、今度はですね、ここでちょっと一服しようかと。
コーヒーでも飲もうかいなってなったら誰がおごるか、男気じゃんけんですね。男気じゃんけんっていうのはよう言うんですけど、買った人がおごる、男気で、はい、そういうじゃんけんなんです。一番最初のうどん屋ではタッチンがおごって、その次このゴールドタワー登るのは僕がおごって、今度はですね、はい、カルちゃん勝ちました。はい、カルちゃんが勝ったんで、カルちゃんがコーヒーをおごるということでございます。ちょっとなんかカルチャンネル風やろ。はい、そして僕が先に待ってます。みんなえらい男気じゃんけんで盛り上がってますね。はいはい、ここからはですね、また音声入れてみたいと思います。よろしくお願いします。なぜかちょっとアフレコやってみたかった。うん、カルチャンネル風にちょっとやってみました。みんな強いからチャンピオン、開けてバッサなんですよ。どうぞ。あ、すみません。あの、皆さんいただきます。あ、どうも、すみません。いただきます。こんなもう負けちゃった。こんなじゃんけん強すぎる。弱いんですよ。あかん。これは負けてばっかり、こんな。俺わりかし強い方なんですよね。じゃんけん。あれ教えたのね、カルちゃんに。おしっこ行くときどういうんでしたっけ、最近巷では。トイレ行くときね、最近あのちょっと横浜っていうの。ちょっと横浜？なんでなんでなんで。市街局番。ゼ。おしっこ。045。へえ。ちょっと横浜。ちょっと明神芸場。ちょっと明神芸場。ちょっと明神芸場。何言ってたらそううまくと言えるじゃないですか。なるほど。それを言うで。で、ちょっと池田市とか、ちょっと宝塚って言ったらダメですよ。池田市宝塚、こっちになったらほら、あ、これ故障やけど、ほらめっちゃ見えるでしょ。うわ、めっちゃ見える。どこの方を見てるんか分からへんけど、あ、見えるかな。うわ、裸だ裸。うせえ。どこ。うわ、もうブラザー干さる。どこよ。そんなことないよ。いやいやいや、そんなことないよ。ほんまほんま。どこよ。もうブラザー、ブラジャーどこ。やばいやばい。ブラジャーどこ。マジで。いや、もうどこ見とるか分からんけど。いや。映ってる？なんかある？やっぱなんかマンションとか見てまいります？ここ。うん。今そこ？もうそうか。ちゃんと見て。ちゃんと。どれ干してる？ちゃんと見て。見えてます？はい、テイさん置いて逃げてきました。じゃあ3人で帰りましょう。あかんわ、テイさんの車で来たんや。くそー、結局帰れない。逆に置いてかれるわ。残念。マジで帰るのはちょっと死んですからね。いやー、俺の車で来とったらな。間違いなく帰ってましたね。帰ってました。あ、テンさん、これ LINE スタンプ買ってください。嫌です。嫌です。全然今日出してないじゃないですか。そうですね。いや、負け、勝てないんですよ。みんなが強いから。最初。ちょ、待て。何？何を？じゃんけん、ほい。やったー。何じゃあ、LINE スタンプ買ってくださいね、これ。ああ。これ？はい。めっちゃいいじゃないですか。ええか、これ。なんですか、ね、今すぐここで LINE スタンプを買ってくださいね。50コインです。しかも安いですよ。50コイン。で、おっさんに LINE スタンプを流してください。全員に。マジですか？あ、プレゼント。そうです、そうです。全員にプレゼント。カルタさんスタンプ買いましたからね。そうそう、ありがとうございます。行きましょう。これお土産ももうたくさんあるからね、ここ。ちょっとテンさん何も買ってないからな。カワセンですよ、このカワセン。あ、これ先読んで積んでた。テンさん
はいはい、ね、ゴールドタワーといえば、ゴールドタワーといえばトロフィー、なんで、トロフィー、なんすかこれ、いいっすね、トロフィー、え、これなんかお菓子入ってるか、そういう、おも、え、これ何、あの、どういうこと、おめでとうって書くんですよ、なんもない、なるほど、2200円え、そんなすんのこれ、うん、軽いで、めっちゃ、じゃあ買ってきてください、そんなすんの、え、なんで俺、はい、今日何も買ってない、俺がこれ何ソーキ買ってる人が売り物です、売り物、買えてるもん、2200円でなんでここでトロフィー買ってんだろう、ゴールドタワーでトロフィー、売り物です、完璧な、なんですか、はい、だそうです、買ってください、ディスプレイなんでお買い求めはい、買ってください、迷惑なんで、じゃあ行きますか、じゃあゴールドタワーでトロフィー買う、じゃあ行きましょうトロフィートロフィーもゴールドタワーと勘違いとるじゃん、いや、マジで売ってるトロフィー